どうも皆さんこんにちはチャックパスです。本日はですね2024年2月の28日にね開業したこちらのホテルです。ッサンスホノルルホテルルススンホホノテパということで、えー、今回ね2024年の2月の28日本当にね23日前にオープンした新しいマリオット系のハワイのホテルということで今回ね宿泊しに来ましたこちらはアラマアナセンターから歩いて徒歩5分ぐらいですかね。 もうアランマナセンターの真裏っていうところでワイキキのね方ではないんですけども、まあ、今回ね母イの新しいホテルということで、まあ、どういった感じで、ね、利用することができるのかレビューしていきたいと思いますということで息子さんも一緒に行きますということでもうね4時を過ぎておりますのでおそらくチェックインできると思いますんでチェックインしていきたいと思います どうやらラウンジもあって利用することができるみたいな話でしたけども、まあ、実際どんなもんなんでしょうか,なんか半分、ね、レジデンスになってるみたいなので Google マップとかで、ね、まだ新しすぎてあの住所が、ね、出てなかったりいたしますということでチェックインしていきたいと思いますということでこちらですねチェックインカウンターチェックインフロアこんな感じ 今チェックインちょうど並んでる感じですかね特にマリオットのステータスレーンみたいなのはなさそうですねエレベーターはこのパターンですねでは C のエレベーターに乗って27階まで行きましょうめっちゃ綺麗だ出来立てなんでどこもピカピカですねい,いや本当にめちゃくちゃ綺麗ですねめっちゃ綺麗2705こっちだねあら綺麗だ、ね、めっちゃ綺麗 2705ですということでこちらです2705ハイフロアにアップグレードしていただきました新品の匂いがするはいということで中に入ってまいりましたちょっと明かりをつけたいですねはいということでおおいいですね広いそしてめちゃくちゃ新しい匂いがするこれは当たり前ですけどもいやいいですね ここはハワイですからねはいということで1、えー、つずつね見ていきたいなと思うんですけどもここにね荷物が置けそうなスペースがあってこちらにおーすごい本当にここはハワイなのかあのめちゃめちゃいいであろうこのガウンあのロックとかにあるようなやつだと思いますけどもセットされております2つですねでランドリーバッグとこれはあれですかねアイロンおーすごっ見てください これはありえないって言ってもおかしくないと思うんですけどもハワイでスリッパの提供がありますねすごいで荷物を置くやつがあったりいたしますいやーいいですねでこちらは金庫ですねで下は何もないかな下は何もなさそうですねでこちらにおねスプレッソがセットされているんですねいいですでケトルで氷入れるやつと グラスですね。で、あ、冷蔵庫、かなりでかい冷蔵庫があります。で、上には何かあるのかな。あ、特に紙コップだけ置いてありますね。コーヒー用のでしょうか。で、客室です。こちらに、つくのかなあ。ルームライトがあって、椅子。作業がしやすそうですね。すごいね、木の匂いがして非常にいいです。 でコンセント2つに USB タイプ A と C がありますねしかもこのおしゃれな出るタイプねいいですねで机はこんな感じいやー非常におしゃれですねでテレビがこちらにあります70インチぐらいでテーブルと1人掛けの椅子がありますでこちらにルームランプがもう1個あってつかない <laughs> そんなバカな つかないですねこれはかかなぜかかわん景観です,、ね、で警官ですまあこちらはねアラマーラセンターの近くということで、まあ、特に海はね見えたりしないんですけどもギリギリ見れるギリギリ見えますねまあでもあでもこれ一応開くんだ開くんですねこの高さのあれで開けてみますすげえ怖いけどあ本当に開くんだいやー 飛行機が好きですけども高所恐怖症なんでやめておきましょうはいということで一応ね空いてここまでねあ,のあれがあるんでお子様が落ちたりみたいな心配はないですけども結構怖そうですねはいでベッドですクイーンベッドが今回2台ということでいいですねでかいですでこちらにルームランプベッドランプみたいなどうやってつけるんだろうこれつけ方がわからない ボタンがありそううでですねはいということとここっちにボタンがああるのかなあそうですねはいつきました。っていう感じで USB タイプ A が2つに AC が2つです。で電話と目覚まし時計あと Bluetooth のスピーカーになってるみたいですね。でボールペンがあります。で聖書が置いてあったりしますね。 でもうベッドがもう一脚。まあ、こんなもんですかねで。ここにもコンセントがあると。でこちらもエアコンが、ね、すごいですね。最新式っぽいデジタルのエアコンがセットされております。で,では、こちらがバスルームです。いや、いいですね。非常に清潔でいいですで。下に鏡とかドライヤー、バスマット、タオルとか、ね、セットされておりますね。 でこちらに何か入ってんのかなアメニティみたいなのがあって歯ブラシはないですけどもキットとシャワーキャップがございますまあそれ以外はこちらにボディーローションがあるとこれは石鹸ですかねはい石鹸とコップ2つとティッシュでお手洗いがございますでこちらバスタブ付きのシャワーですね固定式と可動式素晴らしいでこう見てくださいこの深さのある バスタブめちゃくちゃゃくいいですねハワイでこれはめかなり珍しいのではないでしょうかトランプタワーのホテルあのヒルトンのね LXR になったあそこのホテルのねスイートも、まあ、このぐらいのね深さで非常に良かったですけどもこういった形になっておりますねでアメニティはこちらローズマリーミントっていう名前ですねこういった形になっておりますということで今回ですねルネッサンスホノルルホテルスパ いうホテルになりますこちらねワイキキ方面ではなくてですねアラモアナセンターから、まあ、歩いてね23分23分45分ぐらいかなところにある新しいいねバリオット系列のホテルっていう風になりますやはりねこちら2024年のね2月の28日えっとね昨日オープンしたねホテルということで非常にピカピカでめちゃくちゃ気持ちがいいですね。やはりねこれを言ってしまったらねまあ、おしまいっていう部分もあるんですけどもやはり新しい いいですよねでまたね JCB カードをね持っていれば無料で乗ることができるピンクラインにね乗ればこのねアラモアナセンターまで来れてまたねアラモアナセンターから数分でね来ることができるっていう風になりますんで立地的にはねかなりいいのではないのかなと思います。まあ アラマーラマセンターの近くということで海をねメインで楽しむっていう方はちょっとね目的外れてしまうのかもしれないんですけどもまあプールとかもねこちら8階にあるっていうふうになりますのでまあプールをねメインで利用していただくっていうふうになりますで今回ねこちらマリオットボンボイポイント5万ポイントね1泊させていただきました特にねリゾート料金みたいなのは今のところね請求入っておりませんでしたので多分いらないんじゃないのかななんていうふうに思うんですけどもまあホテル自体もですねやはりあの 昨日開業したばっかりということで、まあ、チェックインもね、ちょっとバタバタバタついてた部分もね、ございましたので、まあ、これはね、もしかしたら、後からね、請求が来るかもしれないですね。もしありましたら、これにね、ちょっと出しておきたいなと思います。で、こちらね、あのクラブラウンジがね、えー、あるっていう話で、えー 今回ねあの聞いてたんですけども先ほどね確認させていただいたところこのクラブラウンジっていうのは今現在ですねコーラルクラブっていうねレストラン営業がされているっていう風になるんですよね。で私マリオットプラチナ持っておりますけども特にね無料でソフトドリンクとかそういったものを利用することはできませんこちらねちょっと残念だったんですけどもでもね看板がねちょっと画像を出しておきますけども本当にねクラブラウンジって書いてあるんですよね。ですのでちょっとおかしいなと思ってねレストラン営業されてるのがね、まあ どうやらこの今コーラルクラブっていうねレストラン営業してるんですけどもゆくゆくはクラブラウンジになるみたいなんですよね。ですけどもその 時期に関してはまだ未定ということですので、まあ、もしねこのホテル行かれる方は事前にねデスクとかに電話してねあのマリオットアメキスの,はあのデスクに電話して、まあ、ラウンジがやってるのかやってないのか、まあ、こちらね確認していただければなと思いますちょっと私もねでき利用できると思ってきたのでちょっと残念だった部分はあるんですけども、まあ、一応ね、まあ、そういった感じで今はね営業されておりますでまたねこちらはね大浴場みたいなのがねあるらしいのでそちらちょっとね写真はね撮ることができないと思いますので、まあ、公式サイトに写真撮って とね載せておきますんで、大浴場があるというのは、ね、結構いいですよね。まあ、これはどんな感じなのか、プールみたいなところに併設されているのか。 ま,あまたね日本みたいになってるのかちょっとわかんないですけども、まあ、日本みたいになってるってことはちょっと考えづらいので、まあ、多分プールのそばにあるんじゃないかななんていうふうに思っているんですけども、まあ、これちょっとね後で利用して感想を述べたいなっていうところですかね。まあ、客室自体はですねやはりねできたばかりということでめちゃくちゃピカピカですごい綺麗なんでね非常に気持ちがいいですね。 はい、といとった感じになりますかねで、マリオットボンボイのプラチナステータスの特典としては一応ね、こちら高層階にアップグレードっていう形になります特にね、客室の,あの装備とかそういったものはねあのクラスは上がってないっていうふうになりますので、まあ、高いところに、ね、あの入れていただいたっていうだけですねで、昨日オープンして非常にね今日ね、予約が埋まっているみたいですので、まあ、かなりね、あの宿泊されている方多いっていうみたいですねやはりマリオット系列のホテルでしかもね、昨日オープンしたということでね やはり人気があるんでしょうかね、えー。ステータス得点としてはですね、1000ポイントもしくは 10ドルのねホテルクレジットこちらはねウェルカムギフトでもらえて私はねマリオットボンボイポイント1000ポイントを選択させていただきましたまあなんかねハワイのあのー、産地の何かはねあのー、いただけるんだったらそれにしようと思ってたんですけども、まあ、特にそういうものではなくてホテルクレジットなんでねじゃあいいかなということで 1000, ド、えー、1000ポイントね、えー、いただきましたで朝食に関してなんですけども翌日の朝ですね無料でね利用することができるみたいなので、まあ、こちらねもう一回確認したいなと思いますまあコーラルクラブっていうねそのクラブラウンジが今レス スライン営業されさているので、まあ、一応ねチェックインさんには無料で利用できるっていう風にね聞いたんですけども、まあ、これもねちょっとねあの実際に利用して有用だったらねちょっと嫌なのでこれはちょっと確認したいと思いますでレイトチェックアウトがね16時まで明日利用することができるっていう風になりますんで、まあ、こちらはね結構ありがたいですよね、まあ、こういった形になりますかねはいということで、まあ、ラウンジはね利用することができないわけなんですけども やはり、ね、新しいいいいホテルととうことででめちゃくちゃゃいくいすねまたねここ5万ポイントなんでね宿泊も、ね、しやすいですしマリオットアメックスプレミアムカードのねクレジットカード更新またね150万円決済した時の無料宿泊でね利用することもできるのではないかと思いますので、まあ、ちょっとエリア的にはですね海から遠いので外れる方がね結構多いかなと思うんですけども、まあ、まあ少ないポイントでね利用することができるっていう点ではねかなりいいのではないのかなと思います。ということで、まあ、ラウンジもね利用することができないっていう 風になりますんでちょっとねプールだけ見に行っていきたいなと思いますそれではプールに来てみました風がかなり強いですけどもプールと奥にはジャグジーもありますねあと25メータープールみたいなのもありますいやこれはすごいですね水は普通に冷たいと思いますあちょっとぬるいですねはい。でこちらにジャグジーもあるとちょっと一周してみましょうか いや,やはりね新しいホテルでまたねプールもジャグジーもあるということでいいですねあでこういった横になってねリラックスできるような場所もあるんですねちょっと風が強いんでボーボー入ってるかもしれないんですけどもこの点はご了承くださいでなんかねバーベキューカバナーみたいなのもあって食材を買ってバーベキューするみたいなそんなこともできるみたいですね ちょっとこれは有料になるかもしれないのでその点は確認してくださいこの芝生エリアとかも非常に気持ちよくていいですねでこちらにはバーが併設してあってここで飲んだくれることもできるみたいですねこれはめちゃくちゃいいですねでここの奥にはフィットネスセンターもあるんですねかなり大きそうそしてこっちが開かないわ利用してる人もかなり多いですね では、ね、こちらにコインランドリーも併設されておりますね中をちょっと見ましょうあこんな感じになってるんだあああれですねコインがいる感じですねはいこれはちょっと残念ですけどもまあでもねホテルにあるっていうのはね非常にポイント高いですね両替すれば利用することができますねあ上があ下が洗濯機で上が 乾燥機ですねでこちらは朝10 10時時から夜の10時まで開いてるそうですそれではこちらはお客さんが映んなかったらいいよということで撮影許可していただきましたありがとうございます大浴場がねありましてここはね、まあ、一応いわゆる露天風呂みたいなそんなエリアなんですけどもこちらのね露天風呂と中にサウナがねあるんですこれも全て無料で利用することができて 普通のササウウナナとこちらスチームサウナかな利用することができますすいやごいですねここはアメリカですからねでシャワールームもあるとこちらも全て無料で利用することがねホテル宿泊してる方はできるみたいなんでこれはいいですよねでこちらが更衣室になっていて洗面台で着替え等々がこちらでできると。 一応水着を、ね、着なきゃいけないんじゃないのかなこれはちょっと確認しなきゃいけないですね。今入っている人はね普通に水着着てたんでねはいこんな形になっております。でもこれが無料で使えるので非常にいいですね。はいということで今ね見させていただいたこちらお風呂スパということで名前もお風呂スパなんですね。はい、確認しましまたとととこころ外から見えるということで水着着用の 大浴場みたいなそういった形になりますいやそれでもねめちゃくちゃいいですねこれが無料で使えるのはポイント高いですはいそんなところですかねいやー非常にいいですねこれが5万ポイントで宿泊できるんだったら結構いいのではないでしょうかそれでは夕食の時間になりましたのでアラマーナセンターで何か食べに行きたいと思いますルネサンスホテルの周りはこんな感じ本当にワイキキの雰囲気とはかなり違う感じですね それではステーキ鉄底で唐揚げ弁当とガーリックシュリンプ弁当ステーキシュリンプ弁当いただきましたあとお水とコーラ2つ購入して82ドル54セント8254ポイントで利用することができましたお得ですねではいただきます それでは今回唐揚げ弁当をいただいたんですけども非常にジューシーでこれもうまかったですもし行かれる際は唐揚げ弁当も悪くないですねおすすめですということでホテル戻りたいと思いますそれでは時刻は深夜の1時ぐらいになりましたホテルに帰ってきてねお風呂とうとう済ましてちょっとゆっくりしたらもうこんな時間になってしまいましたまあここはねアラモアナセンターの近くということでこんな感じでねちょっと夜景も楽しめちゃうと いう感じですね非常に美しいですということで本日のところはこんな感じで休みたいと思いますおはようございます現在朝の8時過ぎ。ハワイは今日も平和な朝を迎えておりますということでマリオットプラチナセタスセダセ朝食がつくそうなのでどんな朝食なのか見ていきたいと思います果たして 前回レイローのホテルではかなり残念な朝食でしたけどこのホテルの朝食はどんな感じでしょうかあんまり受付の方が熟知してない感じだったんで本当に無料なのかも非常に不安ですということで行きましょういや <Yeah! S 3> では朝食会場来ましたこれがクラブラウンジと書いてある今はレストランとなっているコーラルクラブですでは行きましょう はいといいととうことで入ってまいりまりした最初ねチタンじゃないと無料じゃないっていう話からチェックインの際に無料だって聞いたという話をして結局無料で利用できるようですはいということでレイローのホテルよりかは結構充実してますからねはい、まあ、ちゃんとブッフェなんでねこれはいいですよねはいクロワッサンかなあでっかいクロワッサンでめちゃくちゃでかいですねこれめちゃくちゃでかいクロワッサンであとケーキとかジャムパンオレンジジュースとガバジュース あとお水と水でこの冷蔵庫なんですけどもこれね注意が必要でこれね無料なんですけど値札が付いてるものがあるんですよこういうねペリエ有料ですで下のジュース類も有料ミルクとかこのレギュラーウォーターは無料ですねだまあ値札が付いてないものは無料で提供っていう感じみたいですでこちらにコーヒーマシンこれはありがたいですねで こちらはポテトとトマト、マスクランブルエッグとソーセージとベーコンあとサーモンと野菜これ何なんだろうなちょっとこれ私は分かんないんですけどエッグプラントっていう料理みたいですねはいでフルーツすごいですよねあとホールフルーツ番ンゴーとかも置いてありますでシリアル ていう感感じじ。で以上にななります。朝食会場はこんな感じちょっとねお客さんいらっしゃるんでね全部は映せないんですけどもこんな感じで海をね見ながら食べることもできるんですよ非常に素敵ですねコーナールームみたいなところがまあ朝食会場、まあ、クラブラウンジっていう感じになっております、まあ、ラウンジ営業でではないですけども こんな感じですまあしとまずねステータスを使いたい方はもうちょっとね安定してから来た方がいいですねはい今回の朝食も本当に無料になのか非常に心配でございます一人40ドルだったかな結構高そうだったんですよはいっていう感じですでは朝食ボーイ後朝食を食べてます美味しいでは朝食いただきたいと思いますそれではいただいてまいりました 街並みはは、ね、見える角っの席にに座らせていただいていいいいいたただだきますす景色は非常にいいですねやはり新しいホテルということでピカピカなんでね日本にいるんじゃないかと勘違いしそうなぐらいね綺麗ですね頂い,いてきた朝食です本当に野菜に飢えてますんで野菜中心でだけどちょっとベーコンとウィンナーとサーモンも頂い,いちゃいましたあとオレンジジュースあとヨーグルトもいただきました ということでいただきますでは、いただきますまずはヨーグルトココナッツとかも入ってるキャラメルソースにパイナップル一応ココナッツちょっと苦みもあってうまいですでも、キサは結構強いから、うん、ソーセージですかねブドウもなんね味はいつもの味美味しいです大きい そんなに量は多くないですけどお野菜がいただけないです、ね、いや、こんなに食べて飲んで贅沢した大満足や,や、ね、あん朝りゆっくり食べようかなと思うんですけどもやはりウッペ形式はいいですねゆっくりいただきますはいということでそろそろねチェックアウトしていきたいなと思うんですけどもえ今回ですねルネサンスホテルえホテルスパということでこちらねアラモアナセンターから えー、裏口かからら徒歩5分ぐらいかな、まあ、そのぐらいの距離になるね、えー、2024年2月の28日にね開業した新しいホテルね宿泊させていただきましたで感想といたしましてはですねやはりね開業したばかりということでちょっとねあのレイトチェックアウトねあの利用することができたんですけどもルームキーがねあのちゃんとレイトチェックアウトに対応してなくてね今でも鍵使えなくなってたりとかね、まあ、朝食もね最初チタンメンバーじゃないと無料じゃないよみたいな案内があったりね、まあ、結局無料で利用することができたんですけども まあそういった感じはねやはりまあこれはしょうがない部分であるんですけれども、まあ、ホテル時代はですね本当にいいですね。やはり新しいって いいです、ねはい、本当にこのホテルの中にいるとね本当にハワイにいるんじゃなくてね日本にいるんじゃないかとね錯覚するぐらいねどこも綺麗でピカピカということでめちゃくちゃいいですねしかもこのホテルがですね5万ポイントで宿泊することができて、まあ、ちょっとねツイッター等々で見た時はもうちょっと安いね、あのー、ポイントでも宿泊することができたっていうふうになりますんでマリオットアメックスのね150万円決済して無料宿泊とかで利用していただくっていうのもいいのではないのかなと思いますまたねホホノルルルののマリオットテルっていうのは リゾート料金がかかるんですよねまあ、これがねリッツカールトンぐらいはねかからなかったりするんですけども基本的に結構かかるんですよねまあ、これがこのホテルねリゾート料金もかからない今設定されてないっていう風になりますんでこれもまたね非常にいいですでまたね一応今後クラブラウンジがね営業されるっていう話ですのでもし営業されたらですねこのマリオットプラチナ以上でね ステータス特典でラウンジが使えるホテルっていうのは、まあ、おそらくここだけになるのではないかと思いますのでこちらはね今後にめちゃくちゃ期待したいですよね、まあ、やはりねラウンジがね利用することはね昔はモアナサーフライダーとかねいろいろ利用することができたんですけども今現時点で,ですね再開しているところはねコロナで一回クローズになって再開しているところございませんのでラウンジがねこのホテル利用することができればかなりねポイント高いのではないのかなと思いますで細かい部分なんですけどもプールはね非常に良かったです大 大浴場は水着着用で入るっていう風になりまして、まあ、一応サウナと水風呂ありますけどもサウナも水風呂もね、まあ、温度は全然高くないっていう風になりますんでまあ、あるよっていうぐらいのね、まあ、施設だと思ってくださいでプールはね大きいプールが1つまた泳ぐプールが1つジャグジーが2つということであとねバーベキューエリアとかもあって非常に良かったですねで利用してる人には全然多くなくて。 それもねまた良かったですねでこのホテルにはですねお水の備えがございませんですけども偶数階にウォーターサーバーがありますので、まあ、そこでねウォーターサーバーと、まあ、あのアイスマシンも一緒になってるんですけども、まあ、そこでお水をねゲットしていただくケトルがねかなりでかいサイズが用意されておりますんでまあうちはねそれをあの冷水器入れて、まあ、利用させていただいた部分ですねまたねコインランドにもこのホテルねあるんですよねこの点も非常におすすめポイントですねホテル内にありますんでねあの高価でね決済していただく感じに なりますすけども、まあ、効果さえあればですね利用することできるっていうふうになりますのでちょっと両替機はね見つからなかったんで、まあ、効果を用意していただく必要があるんですけども25セント効果だと思いますけどね。はいですけどもやはりホテル内にコインランドリーがあるっていうのは本当にいいですね。 はいこういったところでしょうかね。今回マリオットプラチナステータスで朝食も無料になりましてレートチェックアウトも利用することができて、まあ、一応ね今後ラウンジは使えるようになるのではないかっていうところでステータストークでもね結構十分使えるっていうふうになりますんでビーチメインじゃないっていう方はですねこちらも是非ね選択肢入れてみていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。 この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで、プライオティパスのおすすめがわかる PP 診断、マイル診断、マイルクレカ診断、ポイントサイト診断ね、無料で利用することできますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ